オオメコビトザメスキリオラスラッテコーダスは、鎧ザメ科のサメの一種。世界各地に分布する。記録されている最大体長は28センチメートルで、厳正するサメの中で最も小さい種の一つである。体は細く、大きく円錐形の糞や、長いが立っていない、第2背びれ、ほぼ上下対象の尾びれが特徴。第1背びれに、トゲがあり、第2背びれにないサメは、 本種と同族のツラナガコビトザメだけである。体色は濃い茶色から黒色で、腹部には無数の発酵器を持つ。通常栄養豊かな大陸方の海に生息し、小型の甲骨魚やイカを捕食する。日中は水深500メートルほどに位置し、夜間は餌を求めて水深200メートルほどの旋回に移動する。繁殖形態は卵体制で、 メスは4匹の稚魚を一度に出産する。経済的価値はない。IUCN は保全状態について、漁業による脅威は小さく、広い分布域を維持しているとして、軽度懸念と評価している。アメリカ海軍の蒸気船、アルバトロス号による1907年から1910年までのフィリピン遠征の途中に発見された多くの新種のうちの一つである。この時に、 ルソン島南部のバタンガス港で得た二つの標本を元に1912年にアメリカの魚類学者のヒューマ・コーミック・スミスとルイス・ラドクリフによって記載された。この二つの標本のうち全長1 5トルのオスの標本がタイプ標本とされた。スミスとラドクリフは親族スキリオラスを縦本種を含めた。また、ラテン語で 幅が広いという意味のレイトスと、おという意味のカウダに由来した、ラッテコーダスという種相名を与えた。オスの攻撃に見られる類似性から、本種と同族のツラナガコビトザメに、最も禁煙なのは、オキコビトザメユプロータマクリスビスピノタスであると考えられている。世界中に広く生息している。大西洋西部では、バミューダ諸島、スリナム、ブラジル南部、アルゼンチン北部、 東部では北フランス沖、マデーラ諸島、カーボベルデ、アゾレス諸島で見られる。インド洋ではソマリア沖でのみ報告がある。太平洋では南日本と台湾、フィリピンで確認されている。200から500メートルほどの水深で発見され、近縁のオき込みとザメやダルマザメと違って水面に近づくことはほとんどない。生物性産力の高い大陸法上部を好む。 大陸方外園にも時折現れるが、海盆の中央は避ける。このような生息域は、類似した生態を持つオキコビトザメとは重なっておらず、ダルマザメなどの禁煙種とも大きく異なる。オウメコビトザメは長いほっと大きな目、第一背びれにのみトゲがあることが特徴である。世界最小のサメの一つで記録されている最大全長は、 オスで2 2ンチメートル、メスで2 8トルである。防水型で長い体を持ち、目は大きく眼下の上縁はほぼ直線上である。口には薄く滑らかな唇と、上顎にに22から31本、下顎に16から21本の熾列がある。上顎の歯は幅が狭く尖る。下顎の歯は、基部が広く隣の歯と結合し、 これらが切れ目ない葉を形成している。ツラナガコビトザメ属の2種は、第1背びれには、棘があるが、第2背びれにはない。これは、サメの中でも本属にのみ見られる特徴である。この棘は、メスでは皮膚に覆われるが、オスでは露出する。第1背びれは小さく、胸びれの最後部に当たる位置からつく。第2背びれは、規定部が第1背びれの2倍長いが、高さはない。 胸びれは短く三角形状で公園はわずかに湾曲している。腹びれは長いが尻びれは持たない。尾びれは広く、その常用と下葉は大きさと形が類似しているが常用公園には不解決国がある。川葉は平たいブロック状で柄や円葉はない。体色は濃い茶色から黒で、ヒレの円は名色となる。 覆面は発酵器で密に覆われており、これは、噴炭や目、鼻孔の周りにまで見られるが、背中には、ほとんどない。椎骨を60個しか持たず、これは、サメ類の中で最も少ない。大メコビトザメが捕食する。裸は子族の一種、主に甲骨魚、イカを捕食する。捕獲記録からは、獲物を追って、深海魚特有の日周延直移動を行うことが、 推測されており、日中は水深500メートルほどの海域に位置し、夜間には水深200メートルほどの位置まで浮上する。腹部の発光器は下方から見た時にわずかな環境光に溶け込んで体の輪郭を隠し、外敵からの発見を防ぐのに役立っている。どうかの多種と同様に無体盤性の体勢であり、母親の体の中でコア卵黄を使って成長する。 メスの制魚は2つの卵巣を持ち、最大で12個の卵を持つとされているが、実際に一度に生まれる子の数は少なく、1999年に、ブラジル南部で捕獲された、妊娠中のメスの個体からは、生まれる直前の子が4匹だけ見つかった。子は9から10センチメートルほどで生まれる。オスで15センチメートル、メスで17から20センチメートルほどで生成熟する。 本種と台湾ザメ科のオナガドチザメ、そしてカラスザメ科のエトマプタースペリーのいずれかが成熟時の前兆が最も小さいサメであると言われているが、サメの生成熟を判断するのは難しいため、この中でどの種が最も小さいのかはまだ確かでない。経済価値はなく、トロール網での根格によって捉えられることもあるが小型であるため普通は網にかからない。 広い生息域を持ち、人間からの脅威も少ないため、IUCN は保全状態を軽度懸念と評価している。ありがとうございます。